えー、こんにちは。そっかちゃんのんです。まあ、今までね、気になる男シリーズを172話までこうやりとりをしてきているわけなんですけども、今回は173話ということで、やっぱりね、あの、人を変えることができるかどうかっていうことについてこの辺でお話ししとこうかなと思うんですよ。で、多くの人はこう言うんですよ。やっぱ人を変えることはできないよって。いや、でも本当にそうなんでしょうか。人を変えることができないんだったら、なんでね、最初は YouTube を楽しむために来た人が YouTube の 発信者にお金をを払って何か商品デジタルコンテンテツを買うんでしょうかそれは発信者が受信者の気持ちを変えたからだと思うんですよねじゃあですよ信頼関係がない人ですら YouTube を単なる見に来たそういった偶然で会った人をどんどん変えていってその人に YouTube の商品を提供してお金を受け取ってしかもその人が YouTube を使って今度自分が発信したくなったりとかね自分で商品を売りたくなったりとかそして自分の 月収が十万二十万と上がっていくことをその人が体験するのは何でなんでしょうかそれは情報発信している人が情報を受け取っている人を変え続けてるってことなんですよねいや私から見ると人を変えることは全然できるよっていうことでしか思わないんですよじゃあですよ家族という信頼関係が最初からあって独身から結婚生活を選ぶつまりこれも人の気持ちが動いたってことなんですよね今までどんな異性にあってもそうならなかったのを 私という人間になったからこそ結婚する気になったというふうな気持ちの変化を起こしたその関係がある人に対して自分の商品とか自分の YouTube が見られないってことはないと思うんですよそれはその人の気持ちを変えて何に興味を持つべきなのかとかね何を一番大切に情報受信をするべきなのかってことが分かっていただけるように変えていければそれは受け取っていただけるんじゃないかなと思いますただし発信にはちょっとね皮肉なところがあって聞かれたくない 見られたくないいっていう発信もあるんですよね、まあ、それについて見られるリスクっていうのは今度は発信する方が覚悟しなければならないってことだと思うんですよ。まあ、例えば私もねセキュラルに様々なことをお話ししてきました限定動画でもっとえげつないことを言ってるんですけども時にはね私がこうやって放送してる横で奥さんや家族いる場合もあるんですよ。じゃその時に「本当はそんなこと思ってたの?」っていうふうに感じさせるのかそれともそれを踏み越えていろいろあるけれどもうちの家庭は愛し合って強く結びついてるんだというところに。 こう帰っていくことができるかどうかね。それはいわゆる、その家族に対する教育もしてきたってことだと思うんですよ。教育っていうのは洗脳です。自分の思い通りの人間を作っているってことにもなります。ですんで、これはね、いろんな考え方あると思いますけども。人の気持ちとか、人の行動や人の人生を意図的に変えていいもんかどうかってことですよね。いや、しかしね。おそらくですけども、交際したり、結婚をするってことは。 自分の人生を相手によって変えられてもいいわーっていうふうにある程度強要したからなんじゃないですかねまあ例えばね朝旦那さんが7時に会社に向かって出かけていきます奥さんはずっと独身時代9時まで寝ていたんでそのまま9時まで寝ていたらどうなりますかね多分相当規則な男性じゃなかったらぶち起こると思うんですよで奥さんは食事も作らずに独身時代は外食かポテトチップスをかじってで えー、スマホをカチカチいじりながら、ね、寝そべってるだけの独身生活を送ってきてで旦那さんとデートをする時だけ綺麗にめかし込んできたっていう本性がそのまま結婚生活でも続いたらどうですかねさすがにやってられないんじゃないですかね、まあ、それは逆も言えるんですけどもつまりは自分を変えてていいここううとと思わせたののは誰なのかなっていうことなかっんですよそれはやっぱりパートナーだと思うんですよね ご夫婦で言ったら旦那さんは奥さんによって変えられ奥さんは旦那さんによって変えられ融合してだん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 2人で1組になっていくもしくは子供が生まれたら今度はね子供に気に入れるような家庭を作ろうと思って自分の意思に反して子供に気になれるような3人組とか4人組っていうのを作ろうとするわけなんですよ、まあ、そういう風にして家族って単位っていうのはパズルを組み合わせるように作られていくんですけどもたまにはピースが合わないこともあってねそれがいろんな不満やストレスとかフラストレーションになることもあると思うんですよでもそれも込みで 自分が今まで独身でいたら感じなかったフラストレーションも感じていこうかなというふうに気持ちの変化があったからおそらく結婚したと思いますじゃあ人生をお互いに分かち合おうとしている人に対して何で自分の YouTube1 本が見せられないのかなとか何で自分の作った商品1個が売れないのかなっていうふうに感じた時にはどう思うかなんですよねそれは自分が相手に変えようと思う力と相手が 相手によって、だから A さんと B さんがいてね、A さんが B さんを変えようとする力と B さんが A さんによって変えられてたまるかって力が綱引きをしている状態なんですよ。でも圧倒的なカリスマがあれば、それこそね、YouTube の単なる通り過ぎるべきだった一人の人、視聴者さんが自分に魅力を感じて何かに受け取ってくれる、そして変化をさせてくれるってことは、変化をしてくれるってことは、もっと信頼関係の強い家族を変えられないわけがないんですよね。ただなんで家族が変わらないのかっていうと、変わらないと思っちゃってるんですよ。 不思議ですよね。だって信頼関係を抱いて家族まで作ってる人に対しては自分の声は届かないというふうに諦めてるのに YouTube の向こうの誰かには変えられると思ってるんですよ。これなんでなんでしょうかね。あれです、ね、ともすればどっかの勘違いしやすい人に対してメッセージを送ってるってことなんですかね。そんなことはないと思うんですよ。商売をやって似たような心理状態があります。それはですね。自自分分のの作った商品を自分の家族ととかか身内とか友達にには売りにくい。でも 赤の他人のよく知らない人が買ってくれたらありがとうございますっていうふうに躊躇さなく売れるってことなんですよ。これって本当は逆ですよね。本当にいい商品だったら自分の大切な人から順番に手に取ってもらいたいし、高いものであればあるほど身内から売りたいはずなんですよ。で少なくとも私はそういうふうにしてきて、家族にも商品買ってもらってますし、奥さんにも買ってもらってますし、まあ、子供はまだね、買えるような年齢ではないんで売れないですけども、でもおそらく私の子供が10歳ぐらいになったら FX の教材は 買ううと思うんですよ私も売りますしねそれから教育していくと思うんですよ。でそれによって商売を覚えていくと思いますし親子供といえどもやっぱり商売は別という考え方とただその中でもねあげるものともらうものっていうのは親子にかかわらず他人でもあるんでそういったものをねピシッと線を引くわけではなくて。 そこそこのものは手渡しそこそこのものは販売するっていう形で線引きはしようと思いますけどもそうやってあの教育っていうのが洗脳っていうのを行っていくと思うんですよで洗脳って必ずしも悪いものではなくてやっぱりねあいうえを書きくけごっていうふうな文字や読み書きが洗脳されなかったらすごく困りますよねコミュニケーションも取れないしあと常識っていうものである程度洗脳しないと共通の概念が作れなくなっちゃいます例えば ドーンってね、人のことを叩いたら痛いよっていうことをやっぱり刷り込んでいって、人を叩いたら痛,んで痛いんだって洗脳しないと、もしかしたらね、人を叩いたら喜ぶんだっていうふうには別の感覚をね、サディスティックなことを持ってしまったら困りますから、基本的には人を叩いて喜ぶは人はいませんよっていうのを教えていったりとか、誰かを貶めて笑いを取る方法っていうのは、ものすごくね、あの残念なやり方なんだよと。それこそ、人をやっぱりね、ほっとさせてあげるとかね、あの奇想天外なびっくりな話やエピソードで、えー なんかこうね、心を揺らしてあげるっていうのはある程度幸せにはできると思いますけどもなんか人を傷つけることとか誰かを仲間外れにして吊るし上げてねみんなで指さして笑うみたいなこう低俗な笑いの取り方は、まあ、ダウンタウンの時代でもう十分でしょうみたいなねそんな感じなんですよ。確か私はねよく知らないですけどダウンタウンのハマちゃんとかスーさんですかっと松本さんですか二2人組がいたと思いますけどもなんか自分の後輩芸人とかをパンパン叩いてみんなでワハハって喜んでるやつが。 印象にあるんですけどもそれでで本当にいいのかななってことなんですよ確かにお笑いの役柄として頭を叩かれて笑いを取るっていうのは一つの絵としては綺麗に収まるでしょうでも叩かれた方にも親兄弟がいるわけなんですよもしかしたら叩かれたね芸人さんがね誰か分かりません山崎芳生さんか誰か分かりませんけども「父ちゃん母ちゃん俺今度テレビに出るからさあのダウンタウンさんと一緒なんだよ絶対見てね」って言って出たところ自分の子供が叩かれているねそんなことを山崎芳生さんのお父さんお母さんが見て喜べるかなってことなんですよ。 だからやっぱり笑いを取るのにもね誰も悪い気がしないし誰も寒い思いをしないってものをやっぱりそこにコンテンツとして埋めるべきですしやっぱ私たちもそうなんですよね本当に誰かを救うべきものっていうのは何なのかとかね誰かの役に立つ情報ってのは何なのかってことを的確に一人一人に対して手,手渡すことができたら例えばね奥さんがどんなことを寂しいと感じてどんなものを愛情深いと感じるのかってことは旦那さんが一番できるわけですからねそうなってくるとね。 前回の放送とはちょっと相反することなんですけども、自分の YouTube の放送には全く関心しさなさいのに、どっかの誰かの YouTube が大好きみたいなことを言い放つっていうのは、まだ自分の奥さんに対してのね、あの、メッセージが足りてないってことだと思うんですよ。じゃあですね、その奥さんが一番必要な、一番面白い、一番感動するみたいなことを、どっかの誰かじゃなくて自分自身が、それこそ奥さんから見たら愛する人が提供し続けてくれたら、どれだけいい仲になるかってことなんですよ。具体的に言うとですね、もう朝、 おはようって声をかけるために「今日も綺麗じゃん肌の調子いいね髪つやつやだね」っていう風に言えるかどうかですよね恥ずかしいですかねこれってでももしかしたら赤の他人がそれを言ってるかもしれないわけなんですよそしたらねやっぱり自分を褒めてくれて癒してくれる人に女性の心が動くとしたらもしねもしですよ極端な話奥さんが誰かに浮気をするとしたらそれは旦那さんの怠慢だからだということは言えますよねいつもも自分に惚れててらえるようななそんな発信をして 自分を慈しんでもらえるのでそんなね、ケアをしていけば、なかなかね、離れていくような関係にはならないと思うんですよね。まあでもね、なんか、いつかのライブ放送でもお話ししましたけども、あの、夫婦の揉め事って、旦那さんにとっては、よし、チャンスだっていうこともあるんですよね、これはね。 <laughs> そういうものをね感じてくるとか意図的に仲を悪くさせるような作戦も旦那さんの中にあったりとかねするもんで立ちが悪いですよねあちょっとねいろいろとぐちゃぐちゃ何を言ってるのか分かんなくなりました肝心なことなんですけども人は変えれるよってことをずっとね今日のテーマでお話してるわけなんですよ人は変えれるとでも人は変わらないよっていうふうに言う人も事実いるんですよ そそれはは人人を変変ええたたことががなない、変える力量がなかった人はそう言うでしょうね。でも人を変え続けた人とか変化してる人を見続けたまあ私なんかしてみてたらねやっぱり手取り20万30万のサラリーマンが自分一人の力でネットを使ってね月収100万200万って取る人生を歩み始めるとあ変えられたなとか変わったなとかこの人は変わったもしかしたら自分の影響で変わったかもしれないでも絶対にきっかけは久保さんみたいになりたいってところが出発点なんですよ。 そういう意味で言うと、私はね、やっぱり今の暮らしを10年以上続けてきて、本当によかったなと思ったのはあの、お手本に慣れてるなと思うんですよ。偉そうに言うわけではありませんけども、やっぱり一戸建てを一括で買うなんてね、すごく楽なことですよ。でもほとんどの方はできないから、35年のローン組んだりとか、あとは賃貸か持ち家かって論争になるわけでしょ。私なんて賃貸かローンあの持ち家かなんてのは、持ち家を持ってるから言えるんですよね。持ち家の方が絶対いいでしょうと思います。ただ、 一生に1軒しか家を買えない人にとってみたら賃貸か持ち家かっていう問題はつきまとうと思いますけども今私がね労もないような家に住んでたら2軒目をどうしようか3軒目をどうしようかっていうレベルになってくるんですよ。そうすると同時に複数の家に住むことはできませんからじゃあ他の物件は賃貸に出して儲けようかなってことになったら買った家に利財をつけて割高で人に貸すってことになるんで賃貸の人は損だなってところも見えてくるわけなんですよね。 まあでもそれぞれの立場においてその持ち家になってくるとね今度は賃貸が成立しなかった時にどんどん赤字が出るっていうデメリットもありますのでそこをどうバランスするかってことになると思いますけどもそのリスクを減らすために営業力をつけたりとか知名度をつけたっていうふうなねそういうふあなリスクエッジができればリターンの方が大きいと言えるんではなかろうかと思いますそういうのも込みでやっぱり人はね変われるんですけども変わっていくんですけどもじゃあその変化の度合いがどのくらいなのかっていうことと本当に人を変えれるかどうかってことをね あのきちんと信じれるかってことと信じたらどうやったら人を変えれるかってことを学んでいけるかどうかなんですよね。こうやって動画を見ながら 次の動画も久保さん期待してると思わせるのか、それともあ、この人の動画は今回限りだって思わせるのか、そういった心の変化をどっちの方に起こさせるかということを意図的にするのが私の放送でもあり、その結果、この1ヶ月でね、180人のチャンネル登録が増えてるということもありますし、これからますますね、増えていくんじゃないかなと思います。時に落ちて人の心を揺さぶるように、もしくは人の心を変えないような放送も意図的にやっていこうかと思います。そういう風な人を変えるっていうテーマで、今回 YouTube をお話ししましたけども、皆さんどういう風に感じますか、人を変えることって不可能ですかね。 じゃあなんであなたは新しい興味趣味を持ったんでしょうか自発的にでしょうか誰かが何かを持っていたり誰かが何かで楽しんでいるのを見て自分の心の変化が起きて自分が変わったからこそ新しい選択肢を持ったんじゃないですかねどうでしょうかそれじゃあタカさん次回もよろしくお願いしますいってらっしゃい